さあ、ついにこの日を迎えました。世界一を決める新たなる国際大会、ジュニアユースワールドチャレンジ、その幕が上がります。世界に衝撃が走ったフランス国際ジュニアユース大会の中止、その衝撃の中で発表されたこの大会、ワールドチャレンジの名にふさわしく世界の強豪国が名を連ねております。お聞きください、この大歓声。スポーツ大国アメリカが威信をかけ最新の技術で作り上げた新スタジアム、スタークラウンスタジアムは超満員。アメリカのサッカーファンのみならず、世界中のサッカーファンが新たなるヒーローを目にしようとひしめいています。そしてこれより入場行進。まずはじめは南米からの招待国アルゼンチンです。キャプテンのファンディアス君はアルゼンチンでも10年に1人出るか出ないかの逸材という噂です。このディアス君がどんなプレーを見せてくれるか、この大会の楽しみの一つです。そして次は言わずと知れたサッカー王国ブラジル。フランス大会は不参加だったブラジルですが、この新たな大会には参戦。もちろん実力者揃いのブラジルですが、中でも注目はカルロス・バーラ君。ブラジルの伝統の背番号10をつけている、そのことだけでも彼の実力は証明されていると言っていいでしょう。続いてフランスの入場。母国で開かれるはずだった大会が中止となったフランス、その悔しさを晴らすため選手たちは大会直前まで特訓に特訓を重ねてきました。そのフランスを率いるのは一つ上の世代、ユース代表にも選ばれていた実力者エルシド・ピエール君。彼の得意とする芸術的サッカーは我々をどのように魅了してくれるのでしょうか。そしてドイツが入場。ドイツを率いるのはドイツの若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君。その他にもシェスター君、カルツ君、マーガス君、ハイネ君とまさに強者揃い。日本をプレマッチで大敗させた彼らの力、まさに優勝候補の筆頭にふさわしいでしょう。そして今日日本が初戦の相手としてぶつかるイタリアの入場です。今大会屈指のゴールキーパージノ・ヘルナンデス君は大会前のプレマッチはもちろん、この1年間全く失点していないという恐るべき選手、パーフェクトキーパーとも呼ばれるこのヘルナンデス君から、果たして日本はゴールを挙げることができるか。そしてイタリアサッカーの攻撃を担う新生のフォワード、レオナルド・ルチアノ君にも注目です。そして日本が登場です。そういや、でっけえスタジアムだな。それにすごい歓声だ。ついに始まったんだな。8月に熱戦を繰り広げた全国中学生サッカー大会、そして代表選考会ニューヒーローリーグを通じて選ばれ結成された全日本ジュニアユースチーム。そして嬉しいことに、小学生の時に全国を沸かせた南葛 SC の選手で、今はドイツで活躍中の若林くんと、同じく南葛 SC の選手でお父さんの仕事の都合でフランスへ渡っていた三崎くんが、このチームには特別参加しているのです。全日本にとっては大変頼もしい戦力です。そしてもちろん日本のエース大空翼くん。世界の強豪相手に日本のサッカーの天才児大空翼くんのプレーがどこまで通用するか大変楽しみです。俺たちの世界への第一歩、日本のワールドカップを夢見る俺たちの実力、それを試す時がついにやってきたんだ。オランダの入場です。オランダ伝統の背番号14を背負うのはエースのブライアン・クライフォート君。ヨーロッパでも屈指のフォワードと評される彼を中心に、超攻撃的サッカーで世界一を狙います。ここでセネガルが入場してきました。身体能力においては大会ナンバーワンの呼び声高いアフリカの雄セネガル。持ち前のスピードと高さを生かし、大会の台風の目となるでしょうか。そして今まで以上にすごい歓声で迎えられるのは地元アメリカチームです。
世界最先端の技術と知識、そして科学トレーニングを使って鍛え上げたというアメリカの選手たち。その科学的サッカーで新たなる世界の強豪に名乗りを上げるのか。さあ、これで3カ国は出揃いました。この大会開幕のセレモニーが終わると、いよいよ大会第1日目の第1試合、日本対イタリアの一戦が始まります。よし、みんな聞け。いよいよ今日からジュニアユースワールドチャレンジの始まりだ。各自これまでの練習の成果を存分に発揮して頑張ってほしい。はい。うん。それでは今日のイタリア戦のミーティングに入る。みんながプレマッチで見た通り、イタリアは世界でも屈指の守備力を誇るチームだ。その硬さはカテナチオと呼ばれている。特にゴールキーパーのヘルナンデスはこの1年間全くゴールを許しておらず、パーフェクトキーパーの異名を取るほどの名手。彼からゴールを奪うには中盤を抑えてたくさんのチャンスを作り、シュートを打ち続けていくしかない。はい。そしてその中心は翼とヒューガだ。頼むぞ。はい。一方イタリアの攻撃についてだけど、堅い守備で相手を止めてからのカウンターが主になっている。そのイタリアのカウンターの中心がフォワードのルチアーノだ。彼は体の強さと技術を兼ね備えた厄介な選手で、抑え込むのは簡単じゃないけれど、プレマッチを分析していくと彼のプレイには大きな特徴があることが分かった。自分からパスを出すことはないし、味方もあまり彼にパスを送っていない。つまりほとんどが単独プレイなんだ。だから対策としては、ルチアーノがボールを持った時は彼を徹底マークする。逆にボールを持っていない時はフリーにしてもいい。ただしこぼれ球には要注意だ。おう！もちろんルチアーノ以外の選手たちにも油断は禁物だ。素早いパス回しに振り回されないように気をつけなければならない。でも僕たちも世界の動きには慣れてきている。落ち着いていけば大丈夫だ。では翼、キャプテンとして皆に気合を。はい。みんな、予選グループを勝ち抜くためにも今日のイタリア戦絶対に勝つぞ。おお！俺たちは日本のサッカー選手たちの代表なんだ。無様な姿は見せられないぜ。ああ、俺たちの力を世界に証明してやろうぜ。みんな、いよいよ大会本番だ。フランスの大会の中止から今日まで俺たちは厳しい練習を積んで鍛えに鍛え抜いてきた。俺たちが力を合わせれば負ける要素はどこにもない。世界一を取るのは俺たちイタリアだ。おう！何が力を合わせるだ、バカバカしい。な、バカバカしいだと？ルチアーノ、貴様！ザクは勝手に慣れ合ったろ。俺は俺のやりたいようにやる。いいか、俺の足を引っ張るんじゃねえぞ。俺はこの大会を踏み台にしてビッグクラブに移籍するんだからな。あいつ、代表の試合を何だと思ってやがる。さあ、ついに開幕しましたジュニアユースワールドチャレンジ。そのオープニングゲームは日本対イタリア。アズーリの名で親しまれる青のユニフォームイタリアに対し、
日本は白を基調としたユニフォームでの入場です。開会式の入場行進を終えた各国の選手たちがこの模様をスタンドから観戦しています。優勝候補の一角に挙げられる実力国イタリアに、翼くんたち黄金世代を中心とした日本はどこまで戦うことができるか。まもなくキックオフの時間です。今日はよろしく。ああ、いい試合をしよう。ヨーロッパナンバーワンゴールキーパーの名にかけて君たちのシュートは全て止めさせてもらう。そうはいかない。必ず俺たちがゴールをこじ開けてみせる。いつまでも喋ってるんじゃねえ。さっさと始めるぜ。あのキーパーすごい自信だ。向かい合っているだけで緊迫感があった。イタリアジュニアユースチーム、きっとプレマッチで見た時以上の力を出してくるぞ。クソ、ヨーロッパナンバーワンゴールキーパーはこの俺だ。チーノ・ヘルナンデス、1年前の対決では引き分けだったが、今日は必ず俺が勝つ。いよいよだ、いよいよ始まった。大空翼をはじめとする才能あふれる選手が揃ったこの黄金世代、日本がワールドカップ優勝を目指す選ばれた選手たちの初めての世界へのトライ。とてつもなく大きな夢のその第一歩が今踏み出されるんだ。お聞きください、この大歓声。スタジアムは超満員。いよいよ注目の対決の火蓋が切られようとしています。全日本対イタリア、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、全日本4人で中盤を構成する形になっています。我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。そしてアウェーサイド、イタリア、攻守にバランスの取れたフォーメーション、屈指の守備力を誇る鉄壁のチーム。それを支えるのはパーフェクトキーパーヘルナンデスくんです。そして攻撃陣は新顔ルチアーノ君が得点源。いよいよ試合開始です。行くぞイタリア。ここで作戦を、世界が相手でも俺たちは勝つ。みんなこちらのペースに引き込むんだ。そんなの知ったことか。俺は俺のやりたいようにやる。誰もとぶつかっていった。激しいタックル、ここはシュートを避けた。ルチアーノ君激しいタックル、よしリフティングでかわした。そんな、相田君ここは抜かせません。アーノ君このスライディングが決まった。全日本この作戦指示が功を奏するか。体ごとぶつかっていった。フランチェスコ君このスライディングが決まった。大きくパス、長いパスが通った。ソーダ君ここは抜かせません。それや、あとドリブルを見送る。こぼれ球をものにした。チャージが決まった。キュープだ、シュートまで持ち、ボールを抑えたヘルナンデス君すぐさまスローインに移る。
座れ。なんとヘルナンデス君のスローインが翼君の元へ。これはまさかわざと。さあ君のドライブシュート打ってきたまえ。やっぱり蒸発している。よし受けて立とう。俺のドライブシュート止められるものなら止めてみろ。うわ、翼くんシュートだ。ドライブシュートに行く。何？あ、ヘルナンデス君、翼くんの威力あふれるドライブシュートをワンハンドキャッチ。これがヨーロッパナンバーワンキーパーの実力なのか。ドライブシュート、いいシュートだ。前までの俺だったら片手ではキャッチできなかっただろう。だがフランス国際大会が中止になった後、俺はこの右腕を徹底的に鍛え上げたんだ。1年前に俺から最後のゴールを奪った男、カール・ハインツ・シュナイダーに借りを返すために。さすがだ。これが本場の本当の力なんだな。だが今度こそゴールを割るぞ、ヘルナンデス。パントキック、どこまで運べるか。激しいタックル、渾身のパスを味方に送る。ケイラ君、タイガーショットだ。止めた。さすがパーフェクトキーパー。激しいタックル、息の合った連携プレーが見れるのか。短いパスと連携、このスルーパスは通るか。シュートを放った。激しいタックル、横にかわして突破。パスを受けた。ここはパスを出した。翼くん、ワンタッチで送る。ヒューガくん、シュート、これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れを掴むのはどちらのチームか。それカツオ君、飛び越えた。ここからチャンスを作れるか。ヒューガ君、このボールをコントロール。ドリブルと見せかけてパス。マサ君、ここからチャンスを作れるか。これはゴールラインを割ります。イタリア、ゴールキックで仕切り直します。全日本、この作戦指示がどう通するか。ヒューガ君、ここは抜かせません。左へパス。ホンティ君、横にかわせる。これがごぼう抜きだ。みんな、ここは守りきるぞ。勝てないと彼らに入りました。イタリア、守備固めに入る。これがイタリアの戦術、カテナチオだ。オルバテ君、ボール出し成功。ホンティ君、ここはパスに取り替えた。ジャンプ1番かわしたな。ジゾー君、シュートだ。バサレロ君、ボールを持った。チャンスが決まった。パスを回す。ジゾー君、ここは勝負を避けた。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。ここからチャンスを作れるか。マリーナ君、ボールを狙うも届かない。パントキック、どこまで運べるか。雑魚がまとわりつくんじゃねえ。てめえら、しつこいんだよ。敵陣へ攻め込みます。ソーダ君、ここは抜かせません。それ翼君、これは南米式のドリブルだ。あっと、ドリブルを見送る。時計はすでに30分を示しています。前半も残すところはあとわずか。ヒューガさん、ヒューガ君、得意の直線的ドリブルだ。ここから打ってきた。これは見事
後にキャッチ、パントキック、どこまで運べるか。いいぞ、全日本ジュニアユース。優勝候補イタリア相手によく戦ってるぞ。イタリアに勝てば大金星だぞ日本。後半も頑張れよ。声かけてもらえるのはありがたいけどよ、これじゃ俺たち相当弱いと思われてたみたいだな。そうだい、世界からは俺たち日本なんて相当レベルの低い国に見えてたんだろうな。ああ、おい、俺たち頑張るから、みんな後半も応援してくれよ。お前ら本当に明るいな。いいんじゃないですか、観客が味方になってくれれば心強いですよ。なるほど、ホームの雰囲気にするってことか。でもあいつら絶対そんなこと考えてないぜ。でしょうね。みんなナイスファイトだ、ここまでは上出来だぞ。前半これだけ戦えたんだ、後半も大丈夫さ。そうそう、俺たち強くなってるんだしな。でもみんな気を抜かないでいこう。美咲の言う通り、相手は優勝候補に挙げられてるくらいだ、きっとまだまだ底力がある。よし、後半も気合を入れていこう。あのヘルナンデスってキーパー、評判になるだけのことはあるぜ。あいつから点を取るにはやはりあれを使うしかない。それに俺も世界で勝負していくために、あのルチアーノってやつには負けてられねえんだ。翼さん、後半の戦い方なんですけど。何だい？もしもの話ですけど、この後もしイタリアにリードされたとしたら、きっとイタリアは自陣を固めてくると思うんです。それでそうなったら少人数で崩すのは難しいんじゃないかと。だからそうなった時は一か八か、全員で圧力をかけてゴールをこじ開けに行く方法もあるんじゃないかって思ったんです。もちろんもしもの話なんですけど、一応そういうことも考えておいた方がいいかなと思って。確かにやらないに越したことはないけど、でも必要な時はそれも手だね。でもそれは本当に一か八かの作戦だ。試合の流れを見極める戦術眼がないと失敗してカウンターの餌食になる。ゲームメーカーの経験が豊富なたけしが試合に出ていれば任せられるんだけど。おい、ルチアーノ、いつもいつも自分勝手なプレーばっかりしやがって、もう我慢ならねえ。なんだよ、うるせえな。別に負けてるわけじゃねえんだ、問題ねえだろ。そんなわけあるか。貴様が自分勝手なせいでこっちは10人で戦ってるようなものなんだぞ。俺たちがどれだけ大変だと思ってるんだ。だからどうした。大体俺が一人で点取りに行ってるのはお前らに能力がないからじゃねえか。何？俺がチームを勝たせてやるって言ってんだ。能なしは黙って見てろ。ルチアーノ、二人ともやめないか。味方同士でいがみ合ってどうする。おお、
さすが名門クラブチームの優等生さんだな。俺も早くそうなりたいもんだぜ。貴様、なんてことを。タルデリ、ここは任せろ。ジノ。ルチアーノ、今君は俺がチームを勝たせてやる、と言ったな。言ったさ。それがどうした。確かに点を取るというところは俺たちは君に甘えている。だがその取った点を守っているのは誰だ。サッカーは一人では勝てない。チーム全員が攻めて守って初めて勝てるんだ。だからどうしたってんだよ。別にそれが分かっているか確認しただけさ。ルチアーノだけじゃない、みんなもだ。なぜルチアーノにパスを出さない。なぜルチアーノがもっと点を取りやすいように協力しない。もし彼が気に入らないからといってそんなことをしているのならば、君たちもルチアーノと変わらない。俺は勝ちたい。だから喜んでルチアーノにパスを送る。みんなも後半は勝つために何が最善かを考えてプレイしてほしい。いいな。おルチアーノ、地方の小さなクラブチームを勝たせ続けて代表まで上り詰めた君は、チームが勝つために何が必要で、どんなプレーが一番いいのか、それが分かっているはずだ。信じているよ、ルチアーノ。プレイか。おい、ルチアーノ。なんだよ。後半はお前にもパスを出す。だからお前も俺たちを利用しろ。イタリアが勝つためだ。いくらでも利用されてやるぜ。ジノ、俺を信じるなんて、お前は本物のバカ野郎だぜ。激しいタックル。あっと、イタリア前半と様子が違う。ルチアーノ君をフォローする動きだ。イタリアが戦い方を変えてきた。みんな気をつけろ。パントキック、どこまで運べるか。ルチアーノ君、ロングパスを受けます。はぁ、ルチアーノ君、ここは抜かせません。ここから打ってきた。マリーニョ君、このボールを拾います。ルチアーノ君、嘲笑うかのようなドリブル。ボールを奪った。おっと、ヒューガ君、大きく足を振りかぶった。見ていてください、キラ監督、送ってもらったあのブラックボールで鍛え直したこのシュート。来い、どんなシュートであろうと俺の黄金の右腕で止める。ヨーロッパナンバーワンキーパーであろうと必ずゴールに突き刺す。くらえ、これがレオタイガーショットだ。決まったー。ヒューガ君のシュート、ヘルナンデス君の黄金の右腕をものともせずゴールに突き刺さった。やったやったぞ、ヒューガ君。翼、見つかったぜ。うん、俺は今まで、特にこの3年間は、翼、お前を目指し、お前を倒すことだけを目標にサッカーをしてきた。でもこれで、
俺にもお前という目標の上を行くもっとでかい目標が見つかった。ヒューガ君、俺はサッカーにおけるストライカーナンバー9番を背に世界一のエースストライカーを目指す。なんという威力のシュートだ。右腕を鍛えてきていなかったら確実に骨が折れていた。ここはパスを出した。ゴルバテ君、パスを回す。三崎君、ここは抜かせません。ヒューガさん、ここはパスに切り替えた。ヨッシャ君、ここは抜かせません。ヨッシャ、すり抜けた。三崎君、激しいタックル。全日本、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。もらったぞ。このスライディングが決まった。おれ、ボールでボールを運ぶ。チャージが決まった。行け行け。ロングボールを送る。翼くん、このボールはコントロール。ここから打ってきた。クランチェスコ君、素早く横にかわす。ロングボールを送る。よし、フェイントだ。コンティ君、ここは抜かせません。ミサキ君、絶妙な連携プレーを見せつけるか。短いパスと連携、ここでスルーパス。このスルーパスは通るか。ミサキ君、狙いすましたパスを送る。パントキックで大きく蹴り出した。翼くん、素早くつなぐ。ヒューガくん、シュートだ。まさに日、俺は絶対に負けん。調子に乗るな。それ。俺。俺の勝ちだ。それ。フェデリコくん、ボールを奪うことができません。このスライディングが決まった。ドリブルでボールを運ぶ。ミサキ君、激しいタックル。フランチェスコ君、このパスをカットします。横をすり抜けた。フランチェスコ君、敵陣を切り裂く。しまった、もらったぜ。ぶつかっていった。ヒューガ、そらドリブルと見せかけて倒した。スライディングで取れた。ルチアーノ君、ここからチャンスを作れた。どうだ、ミスが変わった。ルチアーノ君、俺の邪魔はさせない。そして力の誘導。俺の本気を見やがれ。ものすごいシュートだ。これを正面から抑えに行く。キーパーごと押し込んだ。これが俺のサッカーだ。ルチアノ君、ゴール。イタリアの攻撃を一人で担うルチアノ君、見事チームの期待に応えてみせました。見たか、これが俺のサッカーだ。すごい。ドイツのシュナイダーもすごいと思ったけど、この選手も決して負けていない。これが世界の本気なのか。確かに今のはすげえ。世界はやっぱり広いぜ。だが俺だって負けちゃいねえ。鍛え直した俺の力、この試合で必ず証明してやる。やっ、ドリブルと見せかけてパス。タッチはボールを奪うことができません。新田君、センターラインを越えて攻め込む。コーティ君、ここは抜かせません。ラオタ君、コーティ君、タックルを決めた。ルチアーノ君、ここからチャンスを作れるか。チャンスが決まった。
ここは抜かせません。どうだゴルマサ君、ボールダッシュ成功。俺のガス鮮やかなジャンプ。よし山君、激しいタックル。守備陣の隙間を狙う。後半も30分が経過。ここからゴールは生まれるのか。ヒューガ君、ゴールを狙う。ヘルナンデス君、ゴールを守った。全日本、ここで作戦を変えてきました。これは戦い方を変えてきたようです。このボールをつなげられるか。素早くつなぎます。シュートを放った。1点差のしびれるような展開を制して勝利を手にしました。十分に優勝も狙えるたい。そうさ、アメリカに来た最初の頃の俺たちと今の俺たちは全然違うんだからな。そう、プレマッチで見た日本と今日の日本はまるで違っていたよ。ヘルナンデス君、今日は俺たちの負けだ。日本のサッカーは素晴らしかったよ。ヒューガ、君のシュートには驚いたよ。あれほどのシュートを見たのは久しぶりだった。俺もお前くらいのキーパーと戦ったのは久しぶりだったぞ。それじゃあ、チャオ。うん、またね。イタリア人のユース、特にジノ・ヘルナンデスとレオナルド・ルチアーノ、すごい選手だった。まさに世界の舞台に立たなければ出会えなかった強敵だ。翼くん、応援してくれたスタンドのみんなに挨拶しに行こう。うん。みんな、すまなかった。今日の負けは点を取られた俺の責任だ。まさか負けるとは思わなかったぜ。俺たちはまだまだ甘かったな。何を落ち込んでやがる。何？まだ残り2つを勝てば予選リーグを抜ける可能性はあるだろうが、落ち込んで無駄な時間使うくらいなら次の試合のことでも考えとけ。どうしたんだあいつ。ルチアーノ、翼、よくやったぞ。ロベルト、あなたはロベルト本郷さんですね。全日本で翼は見事勝ちました。どうですか、翼のプレーを見て。あなたが日本を去ってからもロベルトさんが残したノートを頼りに、翼は自分なりにサッカーを研究し、その技を磨いていったんです。今日見せたドライブシュートがいい例です。そしてその他の細かなプレー一つ一つも、その全てはロベルトさん、あなたから翼が受け継いでいったものです。どうか今ベンチにいる翼に会って。間違いじゃありませんか。私はロベルトとかいう人物とは違いますよ。きっと
あなたの人間違いでしょう。私はロベルトじゃありませんよ。ロベルトさん。今日の試合勝ったけれども、俺のドライブシュートはヘルナンデスにまるっきり通用しなかった。アメリカのアズワンにも簡単に止められてしまったし、俺のドライブシュートは世界で戦うには力不足なのか。でもヒューガ君はアズワンに止められたことをバネにネオタイガーショットを生み出した。俺も負けてはいられない。試合を組み立て点を取れるミッドフィルダー、理想の選手になるために俺もドライブシュートを強化するんだ。